はい、とりあえず仮定法のですね、基本として仮定法過去の話をしました。仮定法過去っていうのは現在の事実に反する空想、妄想、仮想、仮定の話をするんだよと。で、仮定法を勉強する上でちょっとごちゃごちゃ混乱しそうになるのがですね、この条件文ってやつとの違いですね。条件文って何なのって言ったら、もう簡単に言えばこれは起こる可能性が 50-50、 起こるかもしれないし、起こらないが、五分五分の可能性のものですね。について述べるもの。で、もし起こったら何かするし、もし起こらなかったらしないし、みたいな。まあ、起こったらするし、起こらなかったらしないみたいな。こういうですね、五分五分の可能性の話をするもの。それを条件文って言います。まあまあ、例文見ましょう。こんなんですね。If you have any problems、 もし何か問題があれば、まあ一応パーセントしておきましょうね。もし何か問題があれば、I'll be happy。 私は幸せですよと。だ、問題があって幸せなんじゃないですよ。そうじゃなくて、これ to 不定詞の副詞用法で、感情の、まあ、原因ってやつですね。喜んで to 不定詞しますよと、喜んでお手伝いいたしますよという、まあ、こういう表現ですね。で、これ一瞬ですね、仮定法の文って思っちゃうかもしれませんが、これは単なる条件文ですね。つまり、あなたに問題が発生する可能性は、まあまあ、とりあえず50でしょ ?50%。起こったらお手伝いしますと。起こらへんかったら、まあ、お手伝いはしませんよという。こういうのは単なる条件文なんですね。もう一個ぐらい見ましょうか。はい、こんなんも、条件文ですね。If we keep consuming natural resources at this pace、もし私たちが keep consuming っていう形が出てきてますね。 keep は2番で C に分子が取れます、C で、で consuming3、 consume が元ですからね、何々を消費する、natural resources を現在のペース、このペースで、まあ、この調子で、消費し続けるならばと。で、they は natural resources で、will be run out。run out で何々を使い果たす3番なので、マイナス3。in the near future。近い将来、それらは使い果たされてしまうでしょうと。はい。という、文ですが、これも結局は条件文ですね。さっきのこの表に戻ってください。もし、このペースで使い続けるということが起これば、なくなるだろうと。もし使う、ペースが変われば、ちょっと緩やかになったりすれば、なくならないだろうという。まあ、こういう話ですよね。はい。最後、こんなちょっと特殊なやつも見ておきましょうか。In my childhood, 前置詞プラス名詞、私の子供時代、If I helped mother、 これ、だから一瞬ですね、過去形使われてるから、うん、仮定法過去か、と。普段はお手伝いしないけど、もしお母さんを手伝ったらっていう話かと思うんですが、主説の部分を見ると、She always gave me a hug と。まあ、ハグをくれました。つまり、いつも私を抱きしめてくれましたと。要するにこれ、子供時代にですね、もし母を手伝ったら、お母さんはいつも私をよくできたね、偉いねっつって、ぎゅって抱っこしてくれたっていう、そういう話ですよね。これ、単なる過去の習慣を述べてるだけであると。過去の習慣的な、まあ、思い出的な話をしているだけですね。過去の習慣について述べているだけ。で、もし仮定法なのであれば、この主説のですね、この部分、4の部分に、ウッドとか、とか、要するに助動詞の過去形が入るはずなんですね。何もないと。なので、現実に起こったことですね、これは。実際に過去に私はお母さんを手伝ったし、で、お手伝いすれば、ハグをくれはりましたっていう、どちらも過去の事実に基づいて過去の習慣的なお母さんと私の関係を述べているだけだってことで、これも同じく仮定法ではないっていうことですね。単なる直接法の話、過去の話をしているだけです。